お疲れ様です。今日はですね、負け作3日目やっていきます。ということで、まあ、前回ね、トロ1000行って、そっからやっていくんですけど、ちょっとね、薄々感じてるんですけど、ちょっと難易度上がっちもうたんじゃねえかなって感じてますね。はい。というのも、なんか、このキングレベルみたいな、この左上のレベルがある程度ないと、アリーナがね、なんか上がらない仕様だったりだとか、今までなかったんですよ、そんなの。さあ、あとは、無料だ、ラッキー。なんだ?このセールの宝箱も、だいぶ渋い。なんか出るやつ決まってるみたいな感じで、思ったよりカードがもらえてない。あと、クラロワパスも、ちょっとまだ解禁できてないっていうので、結構出遅れてる気がするんだよな。前回が、なんか良すぎたのかな。もっともっと、なんかイケイケだったね、気がしてるんですよね。はい、なので、ちょっとパスも欲しいので、急いでキング、まあ、レベル5にして、あ、ちょっとあれか、レベル上げればいいか。レベル上げて5にしつつ、今シーズンもあと3日ぐらいで終わっちゃうので、あと残り3日ぐらいで、今シーズン分のクラロワパスは全部もう解放したい。レベル35ぐらいまであ あるよね、あれ。っていう、贅沢プランで巻いていかないとね、なんか、5000ですら、怪しいんじゃないかなっていう香りがちらついてんですよね。だいぶ弱気になっちゃってんですけど、なんかカードが少ない。こんなんじゃユニレベル足んない。なんか前回はタワーレベルもあんま上げずに控えめに、まあ、最低限自分のパーティーだけ強くしてみたいな感じでやってたんですけど、なんかそれだとアリーナ上がってくれない。何その仕様。前回まで絶対なかったガチ謎仕様によってだいぶ汗かいてるけど、さあミニペが入って、まあまあまだこの辺はいいんですよ。もうちょっと行って多分ウルトラが当たり前に出てくるトロタイが来るんですよね。その辺になってくるとなんかあれぬるっといかれちゃいそうなね、怖い香りがしてるんですよ。さあ、ならちょっと今日は、まあパスを進めるのがね、ちょっと第一優先かな。はい、なので、使いもしない、って言うとあれですけども、一旦タレブさえ上げてしまえば、まあなんとかなるかプランでね、はい、行きたいと思います。ああ、もう強いって、ずるいって。パウパウ、あの名前も可愛いやん。よいしょ。とりあえず、しばいて、分からせて、ああ、ヤナム最強。なんか相手うまくね。普通にうまくね。トロ1000なんだけどな。ある程度できるやつしか出てこなくなっちゃった。さすがに勝ったけど、サンクラ取れそうにないな。もうマジで。トロフィー1000だぞ。どうなんだろう、なんか、逆にその7500、もう行って抜けちゃってるプレイヤーもいるじゃないですか。トロ7500行ったら、その人たちはもう行ったらほぼやんないじゃないですか、そのモードはね。そう、伝説の道にみんな行っちゃうんで。って考えたときに、まあその、めちゃくちゃ強い勢がいない。だから上げやすいみたいな、抜けてってるからね。そう、みんな、トロ下がんないから、抜けてってるプランで、難易度落ちてるっていう意見もあるんですけど、なんか、セールとか含め、そういったものがだいぶ渋くなってんだよ。さあ、ちょっとここで、ユニレベ一気に上げたいと思いますね。上げて、タワーレベ上げます。で、クララパスゲットしてから、いっぱい試合しよう。なので、まあ、もしかしたら使うであろうゴブリンも上げて、まあ、次に可能性あるのはナイト、バルキリーとかその辺ですかね。まあ、一旦ノーマル上げて、さあ、これで、よし、レベル5になったことによって、あ、魔法アイテムもゲット、あっつ、これ世界変わるかな。そして、クララパス、即買います、即買い。さあ、前まで600円だったけど、800円になってんのはちょっと痛いね。よしよし。いや、これガチででかい。もうパスで、これ全部手に入れてしまえば、一気に、一気に爆盛りだ。よし、この辺も回収して、無駄にならないようにしちゃって、
あーでもこれあるおあっちさ、何でもユニルビッグあげれる。後半までトップ打ちたいね。あーでこれもったいないんで、無駄になんの。ちょっと決めちゃうか、何育てるか。最終何のデッキにでも入れると思うんで、ちょっとアーチャーメインで上げていきます。さあレベル6からのワイルドカードを使って系やろ。いやー、バルキリー墓石、バルキリー墓石、うわー鬼悩む。ちょっとバルキリー一旦上げてきます。うわ待って、え、あ、え、このさ、このレベルが50のやつがめっちゃ上がっちゃうのはいいのか、どうなの。あーマジでめちゃんこ余ってく。バルキリー上げとくか、本当に助けてください。コメントでちょっとマジでこのデッキいいよっていう教えて。さあ使う予定でもないバルキリー上げていく。ちょっと強くなったんで、え、めっちゃ高いやんバルキリー。ここに持ってきます。いやマジでクラロアパス強すぎてインレベが上がりすぎちゃう、どうしようこれ。いやしかも今スーパーレアネクロしかねえのにさ、余ってんだけどトークン、最悪じゃんネクロ、え、ちょっと待って、あ、これ今受け取らない方がいいな。ちょ、スーパーレアネクロしか持ってないんで、これお金になるのマジもったいないから、受け取らないプランでいくか一旦ね。よしよしよし、まあパス買ってだいぶ世界広がったやろうと思いながら、うーん、なんかヘボいカードしか出んやん。微妙。さあ斜め上げて、とりあえず一旦収穫としてはバルキリが最強になったわ。わあ全然パッとしないなー、デッキがやばい。今は勝ってんですけど、後になんかつながんないよねって気がしてますジャイバルキリってなんやねんって。ああすんごいいっぱい来た。ガチでどうしようかな、早く主軸系を手に入れたいんですよね。まあ迫撃安牌かな今シーズン。結構本気で悩んでる。ゴブリンバレル、ゴブリンバレルも結局強いか。キョスケとかなんかメガナイト系をやっぱ入れたいんですけど、まあ最悪バルキリーでもいいかな。バルキリーアーチャー、まあ最悪バルーンでもいいし、まあこれ解けないですね。バルキリーアーチャー、んー、まあなんかにしようかな。とりあえず何か手に入れたいですね、他のカード。よいしょ、だいぶカードの揃いが悪すぎるやろこれ。ネクロが強いんだけど、俺最後までネクロでいく今回マジどうする、他のスーパーレア全然手に入らん、ネクロだけ乾燥とかしちゃったらもうネクロ使わないといけなくなっちゃうよね。ジャイネクロマキサクジャイネクロでやる、そんな可能性あんのかな。いやバルキリー強えんだな、レベル7が強えんだよ。いやなめいいなあ。でコメントでチャンピオンもなんか5500ぐらいいったら手に入るって書いてあったんで、よいしょ、もうその辺の事情はね、もう俺よりみんなのが詳しいから。いやー結構いいジャイやなこれ。しかもこの右攻めつつ左も行く感じね。さあ今日もネクロゲをしていく。へい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 、さすがに一旦レベル上がったんだね。リアルにデッキ迷走っすね。なんか前回はとかも、まあ、結局あれか、最終インレベカンストはしないんですよね。そうカンストはしないんだけど、あれ1、2体ぐらいレベルマックスが生まれたっけ、生まれた気がすんな。けど
やっぱ11レベルとか12レベルがいるみたいな、そんな感じだったと思うんで、トリマアーチャー乾燥させます。はい、早いけどね、乾燥させてから考えよう。アーチャータオデッキぶっちゃけ何でも合うか。さあターレベ6、圧あるな。6はもしこれでさ、来シーズン緊急下方っつって俺がこの一生懸命育てたアーチャーが下方されたらどうしよう。マキサク飛ぶな。いやこれやめっちゃ上がる。ありがてえっちゃありがてえのか。さあそっちが上がっても結局こっちが上がんないと手に入るカードも増えないんで、この宝箱も開ける必要が今ない。負けないよな多分今は。まあなんでちょっと宝箱温存の、ほんとにあーちゃんあーちゃん緊急カードだけはやめてくれ。来たらもうやめます、負け作。まあそこまでのぶっ壊れ下方緊急下方されるほどでもないか。さあ許容していく、この許容ですら危ない。さあ1200、さあターレブ5。あーなんか強そう、もうサバカみたいな名前してる。ロイヤルチャレンジャー、え、もう絶対うまいやつやん。ユニレベル1なんだけど、ちょっと待って、なんでスケがレベル7でヤリゴブがレベル1なの。逆逆逆。いやーこれ絶対やってるやつでしょ。あーやってんね。ヤリゴブレベル1なんだけど。そんなことある、あれ当たんないのかな。なんか一時期流行ってた、何ユニレベタワーレベ全部1みたいな、1レベ堂みたいな、タワーレベル1堂みたいな。よいしょ、いやファイボ強っ。ファイボのレベル高くねお兄さん。ネクロの溶け具合が異常なんだけど。おお、ちょっとこっちに、いやーめっちゃいいっすけこれは。いやでもやばい、さすがに。うい、いやマスケ7いいな。まあ言うてバルキリーネクロ7だもんな。よし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 。さあレベル1が来ると逆にびっくりしちゃうっていう、うん、絶対上手い人やんっていう。ね、レベル1やばい、猛者感が出てくる。さあ普通にただただユニレベがちょっと高い人なんで俺は。そこら辺にいるちょっとユニレベ高いおじさんです。これはもうジャイつけてグッドゲームでええやろ。守れるんですかい。完全無視、許容パターン。あー大砲だけでいけそう。さあエネルギー1でちょっとビビっちゃいましたが、さすがに仲良く1-1交換で、仲良く一時交換みたい。キングちょうだい。ナウイ。さあ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 ビビらすなや。しっかりユニレベ上げてくれ。うわーやばい。ロブルッチやん。タレベ7。天敵きた。やばい、俺も悪魔の実食べなきゃ。さあレベ7これ怖いね。8とか出てくんのか。お前8出会ってないかもね一回も。さあ何が来る。急にウルトラレアとかこらえても困るしね。いや全然ユニレベ普通なんだよな。あれ、さあタワーレベは高いがユニレベ普通くんだ。となると全然
あれ恥ずかしい、恥ずかしいけどスケルトンが、お計算通り、さあ刺さってく、おーでかいでかい、バルキリー優秀だね。あれなんか全然全然なんか見た目だけだった、見た目だけとか鬼失礼だからな普通にガチで言ったらダメやで、みんな。あーこれ前につけてよかったな、メトロめっちゃ強かったわ。さあタワーレベル7だけど普通にレベルで勝ってたわ。さあ倒していく、ここがオートロか。まあこれともう一勝で僕はねまたアリーナが上がるんでセール品を買えます。さあ危ないが勝っていく。よしよし、これオートロじゃねえのかな、あんまか、31ぐらいだな、30か。さあ次勝てばアリーナが上がっていきます。うわーもうこれきついんだよね。うわー初登場きた、スケルトン豚、え、しかもレベル9や、だいぶ高いぞ。え、スーパーレアって初期レベル6だもんな。あーガチで高い、ガチで高いやつだ。レベル9ネクロってことっすもんね、言ったら。お前じゃあどんだけユニレベで格下ボコしてきたん。うわー待って待って待って、本気で怖いよねこういうのよ、負け作はでも。待ってた待ってた、うーんバルキリーがいかれそう怖えー、ハラハラすんな。これさウルトラはまだないよな、さすがに。たまたま出てくるパターンもあるけど、さすがにね。まあ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 、スケブトネクロぐらいだね。わレベル9いいな、羨ましいもん、欲しい欲しい。スケブとかもね多分ネクロで処理できないんでしょうね、レベル的に。いやー強いって格上のスケルトンやばいな、タワーも2発ぐらいいるしな。よしよしよし、いやー一瞬ビビりましたけども勝ち逃げできそうだし、相手もトロフィー高いね。しっかり小屋置いてくるよ。レベル9ネクロか、いいな、やっぱユニエベって偉大ですからね、大事なんでね。開けれるならできるだけ開けていきたい。わあ高っ、えこれなんかキング降りに行くとワンチャンいかれそうっすよね。あと1分逃げ切るタイプランが見えてくる。おいおいしい、スケブの無駄遣い。さあ守ることだけ考えて、まあでも相手の攻めカードあんまなさすぎっすね、50ババぐらいか。いやーバルキリーってせえよな、やっぱ格上ネクロ格上ウィザードとかにこの刻みができるのがねやっぱいいんですよね、バルキリーを押す理由。やっぱナイトだとね、バルキリーほどの大ピンチを耐える能力がないんだよね。オーケー、あーもっとレベル高いやつ倒した。これなんか相手のレベルとかね、なんかカードがもらえたらいいのんな対戦相手から遊戯王式。さあ来た、これでちょっとだいぶ勝ってほしい、宝箱もいっぱい開けたいね。このアリーナのが出るのかわかんないけど、さあとりあえず溜まってたやつ引く。 LSP と 5SP か、 LSP 結構押してるんですよね僕は。さあ大工の作業場来ました。うわ来たよ神カード、迫撃砲だ。ガチで今回の負けスクのメインに迫撃プランねちょっとあるんですよね、やっぱアーチャーと組みやすいんで。あ持ってねえまだ迫撃、そうアチャプランで、あでもディガーが手に入んねえのか、迫撃ホグプラン
やべえかな、ちょっとあるよな。でもさ、スケレベル上げて、さ、ファイブも上げていく。で、迫撃ディガーはできたらいいんですけど、まあ、負け作の結構この重要というかあるあるで、このアリーナ遅めのウルトラってもうユニレベル上がんないんですよ最後。そう、手に入れて多分2レベぐらい、2、3レベ上げれて、だから12レベぐらいまでしかいけないんですよね。なんだけどこの辺の手に入んないウルトラも最初の方のあのウルトラレア宝箱みたいなんで、アリーナレベル問わずにゲットできる可能性があるんですよ。そう、そこで今とかで早い段階で手に入れられると、トークンとかなんかその他もろもろアイテム使ってぶち上げて乾燥近くまで持ってきるんで、最初にね何のウルトラ手に入るかってすげえ重要なんですよね。そいつがねレベルやっぱ上げやすいんで、さあ来た、アリーナレベル5。うわ、セールマジでヘボい、ガチでいらない。確実に前までのセールの方がね良かったね。うわー、ガチでいらないもんな正直。コウモリか、あー、コウモリ強いんだよな、だいぶ強いんだけど、アーチャーとコウモリ両方か、悩むね。ガチ迫撃プランあるね。さあ、タルベ8になった。タルベアリーナか、あ、なんか感覚狂うな。レベル5だもんねこれは。まだ上がったんで宝箱引く。うん、そして迫撃砲も使いたいんだけど、レベルがヘボメと、デッキ2作るわ一応デッキ2を作ったんだけど、ちょっとユニレベ可愛すぎるんで、まだこっちで行こうかな。最終こんな感じの迫撃ホグか、まあ迫撃ディガーか、まあレベル次第ですけど、あと手に入れるウルトラ次第ではこういうのはありっすね。いやー、持ってるカードがねだいぶ少ないな、そう考えると。こんな集まんなかったっけっていう種類がね、種類が少ない。だってトロ5000とかに行かないとなんかなんだ、ムートとかトリトンとか多分手に入んないとかだから、もうその辺はね絶対諦めるしかないんで、神引きでなんか奇跡的にたまたま宝箱から出る、いや出ないもんね、ウルトラじゃないと。ウルトラレア宝箱でしか、難しいとこだ。いやー、いいやな、雨よいしょ。うん、怖い怖い怖い。まあこの辺は大丈夫か、迫撃使ってハンデでちょうどいいぐらいか。あー、いいやん、刻む。ガチスーパーレアネクロしかねえの、なんかやだな早く欲しいんだけど。こんなんだったっけ、ちょっと待って、前回のやつまた見返してみるか。カードが渋い。まあ序盤からね強すぎるカードを手に入れたらそれはずるいよっていうのはわかるんですけども、だいぶかわいい。マジ地味だなガチ超絶地味だな、この試合がダメージ取んないからさ、こうなっちゃうんだよな。ほんと地道に地道にダメージ通して勝つっていう、とんでもない、ほんとに。よしよし、地道にねダメージをね稼いでいくのよ、こうやって。もうガチでジャイ全然通らん、ガチでやばいマジでやばい、俺だけ楽しんでる。
線までよく削ったぞ。地理品だなマジ。マジでなんだこの試合。お、これちょっといいんじゃない。バルキリーを盾にジャイアントを通す。え、めっちゃいい。神ファイボー、普通のファイボー。オッケー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 。こうやってね、大事に大事に一生ね、この大事にこう積み重ねていこう。結局積み重ねよう。チリツモ、あーコウモリね、めっちゃいい。使いてえな。まだ全然キョスケとかでいいから欲しいな。マジこのネクロ以外のトークンを使うスーパーレアが欲しい。絶対使わないもんな。ネクロがもし乾燥、全ての宝箱からたまたまネクロが出まくって乾燥した場合だけ本当に使うわ。ジャイネクロレイジーになるけど、それ以外は絶対使わないから。あー、このゴブリンも多分やばいんだろうね。さあ順調に勝っていく。ちょっとねワイルドカードを使えば2レベルさらに上げれるんで、ちょっとホグ上げちゃって、迫撃ホグプランも見せつつのホグデッキにしよう。そしてこの謎のレベルが上がっていきます。でガチャいきます。うい、ネクロしか来ねえんだよ。ネクロしかよ、迫撃も上がると迫撃で良くなる。さあ早くもスターポイントをゲットしてしまったんですけど、使う？いやいや、いらんな。さあというわけで新デッキね、ホグでいきましょう。しかもホグレベル7なんで、もうだいぶ強いっすね。このトロタイだと相手タワー6だし。さあかましちゃって、あーほい、よ、まずまずですね。さあ1400到達で、でけえ宝箱が手に入りました。うわ、ここでなんかマジたまたまネクロ以外スープレー欲しい。あー、割とカード熱いね。さあないと、あー持ってない。ファイボもいいね、宝石もいいね。ネクロなんです。だってスープレーネクロしか出んよ絶対。しかもネクロレベル8になる、一番強い。俺ネクロにキャリーされてる、もしかして。あげます。え、ガチでスーパーレアさ、俺当分ネクロしか持てないんだ。何これ。あ、次ペッカとベビドラと縦線、しかもゴブリンバレル、え、スケブも解放される。あ、1600まで行くとこのネクロ地獄からね解放されます。さあ気づけば、さあだんだんとサンクラもね取れなくなってきちゃいましたね。さあタレブ67とか8とかね、ちょっと引いちゃいたい自分もいるんですけど、いざ引くとね嫌だっていう。あー、まあ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 、そんぐらいなら許そう。いや、この小屋いてえな。さては、さあ化け物召喚です。こいつさえいればなんとかなるぞ。あー、やばいやばいやばい、痛い。え、ちょっと待ってよ。いや、このダメージ受けるだけでね怖いんですよねこっちは。いやー、無視できないですね。レベル5なんでね、痛い気がする。さあちょっとネクロに身を委ねながらだね。こんなネクロに頼る回になると思ってなかったな。
さあ、ババがいた。ゴブゴヤもあった。一旦ホグで刺して5打っても消えないんでね。ババ打つ意味なし。あー、これ打ってもいいけどバルキリーで頑張れねえかな。やばい、うーん、強すぎバルキリーネクロやばすぎ。最速ヤナム打って、いや、スケが強、ゴブリンに勝てるんだ。ホグ飛ばすと小屋、その小屋絶対コストねえぞ。5コスで置いてる。サイポーン1、まあいいんだけど別に楽します。さあ、ナイス。お、なんかバッチ手に入れたっすね。あざっすん。さあ次で1500だ。まだ1500だ。最多タレブ6かましますか、イホグで。お、あー、スケルトン部隊いいな、欲しいな。あ、やばい、え、ちょっと待って、あ、待って、それやばいかも。いや、ビビドレ強いって。おー、危ないね。え、ちょっと待って、怖い怖い怖い、スーパーレアデッキやん。スケブベビー、うわー、マジで、うわー、ガチでやばい。え、待って、マジでやばい。やめ、溶けないとかある、あぶね。うわ、待って、うわ、ちょ待って、ガチでやばい。ガチで一回無言に集中します。負け作終わる。トロ1500もいかずに、うわー、スープレーいっぱい、呪文覚えて、呪文いてやなめね。うん、左サイドだな、ホグ。うん、左サイドで共有しながら一回飛ばして、ミニペかビビドラがいいな。うん、スケブだったわ、忘れてた。マジ落ち着け。ゴブリンバレルヤナメで溶けたので安心したわ。よかった。これでね、残ると本気で終わるんで。いや、終わってた。なんなら相手のゴブリンバレルがもう一個レベル高かったら終わってたっすね。ヤナメのレベル上げなきゃいけないっすね。てか、キョスケ HP なんかうるちょるしてたな、あいつ。あー、めんどい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 。うわ、え、なんかいい矢打ってくるやん。お前ちゃんと左ついてこいよ、怖え。過剰にね、生かしてください。30、いや2万、オッケーオッケー。いやー、これでかい。このボスギーレベル4なのでかい。オッケー、ここまで来たら、ここまで来たら油断すんなよお前。ここまで来て負けるのが俺だ、普段の。さすがに、さすがに打って、危ない危ない危ない。ガチ、あのベビドラやばいかな。オッケーオッケー。いや、天才ネクロ、いや、これここでワンクッション置いてバルキリーまで持ってきてホグでしばく。うわー、ハラハラしたねー、ほんとに。これよね、負け作はこれよ。これをみんな求めてた、俺も求めてた。いや、ガチで終わったかと思った。キョスケ届かなくてよかった、ごめん。最終回になるところでしたね、3日目にしてね。あぶねー、ビビった。ネクロになんかキョスケが行きそうになかったよね。
ガチでビビった。本気で本気で終わったと思いました。早くもね。よし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 、いやなんとか耐えました。というわけで、まあ、履歴ねこんな感じか。まあ、前回のも見ながらいくとまだね負けてないです。負けてないと思います。不正がなければ、はい、全て勝ってます。ということで、うわーちょっと気抜かずにね、ちょっと柳のレベル上げとこうぜいや上がる枚数ねかったわ。うわーちょっと怖いですけども、引き続き頑張ろうと思います。では皆さん、次回もお楽しみに。チャンネル登録もお願いします。お疲れ様でした。